うちの母親ね、重度の貧血だったのさ。お医者さんに見てもらって鉄の錠剤出してもらって飲んだんだけども良くならなくて、もうこれ以上は輸血をするしかありませんって言われるぐらいの重度の貧血だったのね。もうさ、症状としてはやっぱ立ちくらみはするし、息切れもすごいし、一緒に歩いててもさ、ちょっと待ってってって感じになっちゃって、ね、本当にさ、どうしよう、かわいそうだなってさ、思ったぐらいで、で、また移植しようってあって、氷をガリ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 、もう四六時中氷食べてたのね。ひどい人だと、消しゴムとかチョークとかも食べちゃうぐらいらしいんだけど、鉄不足でそういうことも起きるらしいんだけどもね、うちはガリ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 、うちの母親はね、氷を食べてたの、ずっと。で、まあ氷って水分じゃん。だから夜中にトイレに起きて、寝不足だと。で、貧血でフラフラってすごく辛そうだったのさ。ただ、もう医者がもう流血しかない。まあ要はそれ以外はできないよっていうとこまで行っちゃったから、でずっと苦しみながらずっと耐えてたのね。で、俺がね、静岡で自然農法を勉強して、ここに戻ってきて、青森に戻ってきて、畑やって、しばらくして、二人で気づいたのさ。あれ最近氷食べてないねって。あれそうだねって。で、貧血かどうか見るのに、この目の下のさ、ここピンクでしょ、ここね。ここね。明るく、光当たってるかな、うん。ね、ピンクじゃん。ね。これが真っ白だったんだけども、これ真っ赤になっちゃって、で、息切れもしないのさ。で、俺ちょっとほら、ここの骨が溶けたことがあって、まあ別のこと動画でまたするかもしれないけども、歯根膿疱っていうので溶けて手術した後、辛くてさ、息切れしてて、疲れてさ、ね。で、母親スススススって言うの、ちょっと待ってよって、俺は逆にちょっと待ってよってね、言うぐらいのさ、ね、今年68が、今の34なんだけど、倍の年なんだけども、ちょっと待ってよって、俺がね、言うぐらいに元気になっちゃったのさ。で、それ何が変わったんだろうかって一緒にね、何やったって、鉄分不足の対策やったとかいろいろ聞いて、いや、やっぱこれじゃないかなっていう話ができたんで、それを、皆さんに共有したいなと思って動画にしています。ただ一つお断っておきたいのは、医療者じゃないから、専門家じゃないから、ね、こうしたら治るよっていう話ではないっていうこと。ね。ただ、うちはこういう生活スタイルにしたら、重度の貧血の女性がね、母親がね、良くなりましたっていう話をします。だから、これで絶対治るよっていう話はないよ。体験談、経験談として聞いてもらいたい。で、うちで何やったか、何の生活変わったかって言ったら、俺が畑をやったってこと、無肥料無農薬の畑をやったってことで、で、母親もね、まあ退職してるっていうか、専業主婦だったし、父親も退職して、暇だから、ついてきて手伝ってくれると。手伝ってくれたの。で、うちで採れた野菜をいっぱい食べたの。当然ね、売り物にならない野菜っていっぱいあるからね、もう山ほどあって、処理できないだけあるから、それをいっぱい食べてもらって、ね、まあ給料の代わりだみたいな感じで、給料みたいなもんでさ、いっぱい食べてもらってみんなで食べて、で、畑に行って運動して、ただそれだけ生活の中で変わったとすれば、本当にそれだけ。別に鉄の錠剤新しいの飲みました。レーバーをいっぱい食べました。ほうれん草をいっぱい食べましたっていうことは一切書いてません。その、二つ。で、調べていくと、日光に当たって運動することっていうのも、貧血解消に効果的らしいね。調べればね。うん。だから、まずそれがね、お日様に当たって農作業をしたっていうのが、一つ解決の手に、解決に導いた。貧血解消に導いた一つのことじゃないかなと。生活習慣を変えた。で、もう一つはね、有機農産物。まあ、無自然農法のものって、ミネラル分が多くなると言われてるのね。で、鉄もミネラルなのね。で、だから、鉄分取るのも増えたんじゃないかなと。で、鉄だけじゃなくて、その微量要素、なんだっけ、モリブデンだとか、いろいろ、なんかいろんな微量要素、ちょっと、ほんのちょっとあればいいものもね、増えるわけだから、野菜の中一つに入ってるものがね、ミネラルが増えるわけだから、そういう相乗効果っていうかな、相互作用っていうのかなんていう言葉、適当な言葉が出てこないんだけれども、そういう全体の栄養のバランスが良くなって、ね、そういういい野菜を食べたから、まあ、農薬を使ってる野菜が悪いって言ってるわけじゃないよ。あれも必要だからね、この増えた人口を支えていくためには必要だからなんだけども、やはり栄養価の面で見ると、やはり自然農法有機栽培のものっていうのはやっぱり一日の長というか、一日の長っていうか、まあ優れてる面があるから、
栄養素で見ればね、その微量要素とかそういうものね、もう増えてくるから、そういうものを食べたことによって変わったんじゃないかなって。だから鉄だけを補って解消しようっていうのが医療の考え方じゃん。だからもしかすると、その貧血ってのは鉄が足りないだけじゃなくて、別のミネラルが足りなかった、栄養が足りなかったことによって、ね、鉄プラスそれも加えなきゃいけなかったっていうこともあるかもしれないじゃん。この方はもう本当にわからない。ね、科学者じゃないし医療者じゃないからなんだけども、そういうふうな、要するに何が変わったかと、うちの、生活スタイル、ライフスタイルで何変わったかっていうと、うちの母親は農作業をやったことと、そこで取れた無肥料無農薬、まあ完全に無肥料無農薬なのは俺が見てるし母親を見てるから確実なんだけど、その野菜を食べた、この2つで、ね、ものすごい量食ったんだけどね、いっぱい取れるからね、売れ残りも出るから、引き取ってきた売れ残りのものも皮むきは食えるじゃんって食ってたので、ね、みんなでさ、もったいないから食べようよ、可能な限り食べようってやったら、そしたらそれだけだね、本当にそれだけなのさ、変わった生活スタイルで、それを3年、2、3年、4年ぐらい続けたら本当に症状出なくなったの。息切れしない、フラフラしない、立ちくらみしないで、移植症も出なくなった。で、目の下のね、ここで白、真っ白だったの、本当に真っ白で、それが真っ赤になってて、ね、全然体軽いと、楽になった。これは本人の体験では、薬も飲んでない、治療もしてない、変わったのは畑やったことと、その無肥料無農薬の野菜をいっぱい食べたことだ、それに違いないと、本人の意見ね、感想ね。だから絶対これをやれば、俺みたいな栽培をして、栽培をやっていっぱいやればね、食べれば良くなるよっては言えないけれども、ね、本人はそう思ってるわけさ。で、俺もそれしかないと思うのよ。だからね、だから医療がやれることってのは大事だよ。やっぱりさ、その取らなきゃダメとか、骨が折れたらそれをつないでボルトに固定してとかさ、それもやんなきゃダメな時もあるね。やっぱ抗生物質飲まなきゃダメな時もある。だけども、医療がやれること、まあ、栄養が足りないっていうと、貧血だったら鉄が足りないから、鉄を補おうっていう一辺倒にどうしてもなっちゃうんじゃないかなってさ。でも実は、鉄だけじゃなくて、他のものも減ってるから、起きてるんじゃないかとかさ。ね。で、まだ気づいてないこともあると思うのよ。学者さんたちとか、医療の人たちもね。で、俺もわからないよ、そんなことはね。だけども、自然ってのは、そういうことも含めてバランス取って、うまく回ってるわけじゃん。で、その力を、俺は栽培で、全力で出そうって思って、で、美味しいものができましたって、美味しいからいっぱい食べる。それ、多分美味しいってのは、自分に足りない何かがあったから、それを体が求めてたと。で、母親も美味しいからいっぱい食べた。気がついたら、あれ？貧血治ってた。っていうね。ことなんじゃないかなって思うのね。これはね、本当にさ、科学的に証明されたことではないんだけれども、とりあえず言えるのは、日に当たって運動することで、ミネラルが多くなる有機野菜。だからそれによって良くなったんじゃないかなって。なんとも歯切れ悪いんだよ。ね、もう有機農法をやると貧血治るぜって言いたいんだけども、言えないじゃん。わかんないもん。検証してないもん、俺は。うん。だけども、うちはとりあえず、それだけ変わったら、ね、農作業をやるようになったら貧血治っちゃった、元気になっちゃった。俺がね、ちょっとここの骨、歯根嚢胞っていうので顎の骨溶けた時があって、手術しなきゃダメだったのさ。じゃないとこういった最悪脳にまで膿がいってしまって障害になるっていうから手術したので、手術した後で体力落ちるじゃん。で、一緒にスーパーで買い物してる時、俺息切れしてさ、はぁはぁって、で、母親スタ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 って歩いてたのに、ちょっと待ってってね、それ10年前15年前逆だったよねって、なんでそんな早くなるのってね、うん、そのくらいよ、元気になったのさ。それがすごく嬉しくてね、その話がしたかったってのもあるんだけれども、うん、だからもしかするとそういう力がね、有機農法、自然農法、自然栽培、まあ呼び方は何でもいいんだけれどもね、そういういいことがあるかもしれないっていうさ、ちょっとした希望っていうか喜び、うん、もあったよっていうこと。可能な限りね、俺の動画を見てチャンネル登録してる人たちには農薬と肥料をなるべく使わないようにして、ではそういう野菜を食べていっぱい食べて元気になってほしい。
元気になった人見てきてるから本当にさ、そういうの、うん、だからそれをこれがこれだからこうだって実証したとかっていう話じゃないんだけれども、それが心苦しいんだけれども、そういう風になってるっていうのを見てきてるし、俺の母親もさ良くなったのさ。だからそういうなんだろうね、ちょっとした体調不良、まあ、手術するとか大きい薬を使う、強い薬を使うってほどじゃないんだけども、なんかきついなっていうことあると思うんだよ。もしかすると解消されるかもしれないからね、家庭菜園でちょっとした無肥料無農薬、まあ、じゃなくても有機栽培とかでもね続けてね、特別栽培ぐらいでもいいから続けて、そういうのを選んで食べて解消してくれたらいいなって。必ず解消するっていうものではないんだけれども、これが本当に何回も繰り返しになるけども、心苦しいんだけども、そういう経験があったっていうこと、もしかするとそこの方で医療の方で助けられない人たちを助けられる野菜を作ってるかもしれないし、我々ね、俺らたちね、動画に出てるのは俺だけだけどもいっぱいいるから、そういう人たちの野菜をちょっと食べてみてほしいな、で継続してほしいなって。その継続するのもやっぱり2年3年ってなるし、ちょっとやっぱり割高になってくるから経済的負担も出るけれども、まあ医療にかかる分が減ると思えばね、うん、まあトントンなんじゃないかなと思うんで、ちょっと意識してスーパーで有機ジャスのマークがついてたらあっと思ったり、信頼できる農家さんがいたらその人の譲ってもらうとか、まあ、買うってことね、購入するとか、自分で畑やって、ね、自然に近いものを作ってみようかなっていう風な気持ちになってくれたらいいなって思って動画を撮った。で、最後まで行って今回は終わりにしたいと思います。まあ、とりあえず皆さんが健康になればね、いいなと。我が家は健康になりました。本当に。うん。まあ、本当に皆さんの健康願ってます。